皆さんこんにちは。町田市議会議員候補2期目に挑戦いたします矢口真由です。選挙戦3日目、まだ3日目なんですけれども、もうこの2日間もう叫びまくって声がもうすでにガラガラになっております。ちょっと、聞き苦しいかもしれないですけれども、ご容赦いただけたらと思います。まあ、今ですね、音喜多さんより、まあ、紹介がありました町田の狂犬と呼ばれております。私矢口真由、なぜこんな町田の狂犬と言われるようになったのか、4年前に変わる出来事がありました。私矢口真由、4年前に初挑戦して、そして初当選、初めてですね、市議会に当選していったときに、まあ、なんか議会のこれから開発するとか、まあ、説明を受けたりとかするんですね。それで初めて議会に行きました。お部屋になんか案内されました。そしたら職員さんがね、コーヒーとなんかちゃんとティーカップみたいに入ったコーヒーを出してくるんですよ。でね、そこに砂糖とミルクいりますかと、これは何だと。私矢口真由はね、この皆さんの町田市の皆さんの血税を守って有効活用するために議会に来たのに、現場ではこんなことが行われているのかと。コーヒー代だけじゃないですよ。そういうことをするために人員配置されている。それがね、もうそもそもの考え方としておかしいと思ったんです。もうその場で私言いました。コーヒーなんて私たちね、足があるからすぐ上に行けば自動販売機ありますよ、買いに行けますよ、もっと他にできる仕事あるんじゃないですかと。で、早速その日のうちにそれをブログで書きまして、そしたらなぜかで結構話題になりましてですね、狂犬だと言われるようになってしまいました。そんなエピソードがある矢口真由でございます。私矢口真由、狂犬ぶりはですね、他にもあります。1期4年間で私矢口真由、今までね、実は無所属、無会派、最年少、一匹狼で議会でやってまいりました。そんな中ですが、私矢口真由、1期4年間で74個政策を実現しました。これ言うと、なんでそんなに実績できたのと言われること、本当によくあるんです。ここには3つの理由があります。私矢口真由が74個政策を実現できた理由のその1、まずですね、私矢口真由、おそらく日本全国の地方議会で初めてだと思うんです。プレゼン資料を使った議会提案を行ってまいりました。私矢口真由が初めて議会のですね、町田市のオンライン中継を見たときに思ったんですよ。なんでこの人たち口だけで喋ってるんだろうと。分かりにくいですよね。今読小中学校だってね、投影してグラフィア図だったり写真だったりを使ってうまくね、映像で子どもたちに学習しやすいように訴えかけてますよ。市議会がこれじゃあ、そりゃ市民は無関心だと思いまして、私矢口真由、独自に毎度毎度プレゼン資料を作りました。図やグラフ、また地図なんかを用いて分かりやすい議会提案、エビデンスが分かりやすい説得力のある議会提案を行ってまいりました。またこの取り組みはですね、マニフェスト大賞のエリア選抜にも選ばれまして、高く評価されていると考えております。また2つ目、私矢口真由、これまでですね、副議員というのは地元で生まれ育ったり、地元の小中学校を出ていたり、地元に親戚だったり同級生が多い、まあ、普通こういう人が議員になると思うんです。私矢口真由、北海道から出てきました。友達いない、親もいない、親戚もいない、自分が高熱出して病院に行きたくても子供を預かってくれる人だっていない、そんな状況で子育てをしました。こんな子育てをした議員がこれまで町田市にいたでしょうか。たった一人で子育てをする、そこに必要な支援、これ分かるのが私矢口真由だったんです。だから今まで町田市議会で誰も言ってこなかったこと、やってこなかったこと、気づかなかったこと、私矢口真由が一番最初にそれらに気づくことができた、それがまずもう2つ目の理由です。そして3つ目、私矢口真由、諦めません。いろんな、ね、議員に矢口さん、あんまりギャーギャー言うと一回行政がノーって言ったら二度とイエスに変わらないんだよと、そんなこと言われたことも結構あるんです。しかしですね、私矢口真由、一回ノーと言われても、じゃあこっちの資料とこっちの根拠を使おう、そしてまた新たに皆さんから声を集めよう、ツイッターでつぶやいて、こんなことないですか、いろんな声ください、さまざまな根拠を集めたり専門家に話を聞く、繰り返し繰り返しノーと言われても別の交渉材料を見つけてくる、そしてね、繰り返し議会提案すると一歩一歩進むんです。そしてノーが徐々に、じゃあアンケート調査しましょうか、じゃあアンケート調査の結果を見て他の自治体の状況を調べましょうか、他の自治体の状況を調べたら、じゃあまあまあいいじゃない、やるかと、そういうふうになっていくわけです。そういったことで私矢口真由、一度行政がノーと言った答弁を何度も言えずにひっくり返してきました。この粘り強さ、
そしてですね、諦めずに何度でも交渉材料を集める、このですね、意外と地味な作業なんです。調査研究、調査研究、毎日その繰り返しです。この地味だけど最も市民の皆さんのためになる、この作業をしてきたのが私矢口真由と自負しております。そして次の4年、何としてでもですね、子育て環境、教育環境、変えたいことあるんです。本当は全部ここで言いたい、でも50個あるんです、私の政策提言。ぜひですね、矢口真由のホームページに50個の政策提言すべて載ってます。また74個の政策実現実績もすべて一つ一つ載ってます。皆さんぜひ一度矢口真由のホームページ、そして本日お配りしているリーフレット、こちらを見てですね、投票先を決めていただきたいと思っております。ちょっと長いですけど、まあ、大丈夫です。あと一つだけどうしても言いたいことがあるんです。奥澤隆弘さんと、まあ、今回一緒に、まあ、奥澤さんは市長候補、私は市議候補、こういうふうになってますよね。ここについてちょっと一句読ませてください。市長がね、誰になっても容赦なし。私矢口真由は奥澤さんと一緒に議会に行っても、しっかりと全力でやってまいります。仲間というのは間違った道に進むときに、そのときにちょっと違うんじゃないと話し合いをする、ストップをかける、それこそが仲間のやることだと思うんです。今の政治はどうでしょうか。今の政治どうですか。議会を見ていても、議会に出る前に与党派で話固まってんじゃないのと、そういうふうに思うところがあるんです。私矢口真由は奥澤さんの政策に違うんじゃないかと思ったら、しっかりと議会で皆さんに見える場所で追及し、そして皆さんからの声をしっかりと反映させていきます。これができるのは日本維新の会、日本維新の会の私たちだけだと思っております。皆さんどうぞ矢口真由、尾関隆太郎、そして市長の奥澤隆弘、どうかお力を貸してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。